うわっ！
から離れろ。さかしいネズミめ、貴様らが探しているのはこれか。我が輩にネズミ取りなんてナンセンスだぜ。偽物用意してたってのか。日本画の世界では贋作は肯定されているのだよ。なぜ変わってしまった。有名になったからか。育ての父に罪を問わなきゃならないこの痛みがお前にわかるか。思い返せばお前を預かったのはお前の母を世話した縁だったな。あの女は夫が死んだ後も絵画への情熱は失わなかった。その技術と才覚には目を見張るものがあった。だから世話をしてやることにした。お前の母も生み出した作品も全てこの私の作品だ。クソすぎる。メイドの土産に見せてやろう。本物のサユリをな。本物。あれが本物のサユリ。まさか母さん。はあ？そりゃあそうだ。それはお前の母親が描いた自画像だからな。死期を悟った女が残していく我が子への願いを描いたもの。それがサユリの称える表情の神秘の正体なのだ。そんな大事なもん盗みやがったのか。一目で思った。手を加えて私の名前で出せばこいつは大いに受けるとな。絵の中の赤ん坊をなぜ塗りつぶした。演出だよ。赤子を塗りつぶせば女の表情の理由が謎になる。そこに俗人は引きつけられるのだ。寄生虫じみた評論家どもも全員そう書いた。ずっと感じてた違和感、なんか今わかった。盗まれてスランプになるほど大事な絵なら複製して売ろうなんて考えるわけない。あんたは芸術なんて愛しちゃいない。本物のお宝はそっちでも、本人の実力はさっきの落書きの方ってことだな。笑えるぜクソが。あくまでも立てつくかなら、私の作品となったユウスケは私の未来のため刈り取らせてもらうぞ。そこの無礼な友人ともども。親子両方を物扱いなんてひどすぎる。フォックス、作品は一つの例外もなく潰したと。母さんもなのか。たまたま私の目の前で発作を起こした。その時思ったよ。ここで助けを呼ばずに済ませば絵をしがらみなく手に入れられるとな。まさか見殺し。体の弱い女だ。発作でくたばっても誰も疑わない。大体ユウスケ、おかしいと思わんかったか。お前が3つの当時ガサイを見出して引き取った。貴様を飼ってやったのはサユリの真実に気づかれてはと思ったゆえ。貴様が母さんを。母親譲りのガサイは嬉しい誤算だったがな。着想をいただくなら大人よりも言い返せん子供の将来を奪った方が楽だ。お前のおかげで思いついたんだ。感謝しとるよ。ユースケ、礼を言うぞ。またらめ、お前を許してやる理由がたった今全て露と消えた。貴様は腐った芸術家じゃない。芸術家の皮をかぶった世にも卑しい悪鬼外道だ。
どいつもこいつも人の美術館に土足で入って好き勝手して、この世は持てる者がルールを作り、持たざる者は支配される。まして絵画の価値など全ては思い込み。美術界のルールはわしだ。わしこそ思考、わしは美術界の神なのだ。やばいぞ、下がれ。ジョーカー、気を抜いてはいけない。何してくるかわからんぞ。まだ雨が出たぞ。
そう、わしはあのマダラメだぞ。古典を開けば満員御礼のマダラメだぞ。貴様らのような無価値なガキが逆らっていい存在ではないのだ。まだ言うか。ならば遠慮は無用だ。やってやろう、ジョーカー。やってやるか。今がチャンスだ。本体を攻撃するんだ。色が変わるだけじゃ済まないはずだ。警戒した方がいいぜ。下がってる。パザー、防御力が下がってる。
がってる。ジョーカー、ボーガードが下がってる。やめろ、ガキども。さもないと。今のチャンスだ。本体を攻撃するんだ。そこか。我が決意の証を見よ。運動を渡す。ぶっこめ。ジョーカー、防御力が下がってる。これで食らえ。もうパンダ、防御力が下がってる。奪え。力が入ってくる。真の芸術など誰も望まぬのだ。欲しいのは分かりやすいブランドだけ。わしだって被害者なんだよ。そうだろう。言い訳かよ。美術界は所詮金の世界。金なしではのし上がれない。なあユウスケ、お前ならわかるだろう。金のない画家は惨めだぞ。もう戻りたくなかっただけなんだよ。下等か芸術の世界を語るな。お前はもう終わりだ、このおぞましい世界と共にな。助けてくれ。命だけは。現実の自分に帰ってこれまでの罪を告白しろ。全てだ。殺さんのか。約束しろ。分かったから。あやつは来ないのか、あの黒い仮面の。黒い仮面？誰？まさかパレスに我が輩たち以外の侵入者がいたってのか。ダメだ、急げ。乗れ。なあユウスケ、わしはどうしたら。なあ、優秀の美くらいせめて自分の作品で飾れ。ユウスケ。おい待ってくれ。なあユウスケ。
目的地が消去されました。あ、作戦は一応成功か。あとは改心が起こるかだな。つか逃げーし、なんでブラック？さゆり、母さんとかってこんな場所で泣き出すんじゃねえぞ。まだらめの歪んだ欲望の正体がこの絵だったなんてな。これを描いた母さんが知る由もないのがせめてもの救いだ。アトリエにある本当の本物は塗りつぶされちまってるわけだもんな。皮肉だが、今やこっちが真実の自画像ってわけだ。すっごくいい絵だね。それに時間はかかっちゃったけど、ちゃんとユウスケに届いた。感謝している。だけど今さらこの絵が認められることは世間的にもありえない。適当につけた誰でもない女の名前だろ。ミステリアスにするためのな。まだらめのつまらない演出さ。まあ本名つけたら盗作バレるしな。これが母さん。顔なんてはっきりとは覚えてないはずなんだが、この絵を見た時の衝動、間違いじゃなかった。ゲーブ、やめろっつーの。品性がないぜ龍二は。つか、これからどうすんだ。俺らはこれからも大物狙ってくけど。なぜそんなこと。クソみてえな大人とか社会、それを見返すためだ。大人の身勝手に苦しんでいる奴らをさ、勇気づけてもやりてえし。勇気か、与えてどうする。抗う勇気ってことだろ。それがあれば幸せになるのか。うん、分かんないよ。やってみなきゃ。己次第ということか。なら今の俺と同じだな。俺も大人の身勝手に苦しんだ一人だ。それにパレスとやらの探索をすれば着想の幅が広がるかもしれない。ほんと絵のことばっかだな。すげえよお前。美しくない計画には乗らないぞ。大丈夫、私がいるし。それにターゲットは必ず全会一致で選ぶのが決まりだから。どうだアチョーか、ユウスケがいれば予告状もハッタリが効いたのになるぜ。期待には応えてみせる。しかし気になるな、我が輩たち以外の侵入者か。黒い仮面ってだけじゃ個人とも限んないよね。けどもう確かめらんねえよな。パレスなくなっちまったし。まだらめを探ってみよう。何かわかるかもしれん。平気？その何かあれば連絡する。じゃあみんなと連絡先交換しといた方がいいよね。画家と怪盗の二足のわらじか。一度きりの人生だ。それもいいだろう。しかし侵入者の件は少し気になるな。目の大物もやって、しかも新しい戦力まで。いやあ、順調順調。ふふん、我が輩たちの天下も近いか。それにしてもお前持ってるよな。5人目のペルソナ使いだぜ。戦術の幅もだいぶ広がる。
それに怪盗に審美眼は欠かせない。その点ユースケは本物だ。芸術家なんてそうはいない逸材だぜ。まあちょっと変わってるけど。芸術家か。我が輩ってどんな人間だったと思う？実は悪いやつだったなんてオチはねえよな。人の欲望の塊にあんな夢中になっちまうし、他にも異世界での変身だって我が輩だけ。自由に猫に戻れたり車にもなれたり特別だけど、やっぱ妙だよな。我が輩って何者だ？化け猫じゃねえから。適当に返しやがって。ま、我が輩みたいに立派な志を持ったやつが悪人なわけないか。西に困っている人あらば助け、東に悪人あらば成敗する。南で歩きタバコする人がいれば注意し、北でいたずらされてる猫がいれば見捨てない。体は丈夫で雨の日も風の日も一日一善。そんな理想的な人間のはずなんだよな。だから人間に戻ればきっとあの子も振り向いてくれるよな。我が輩が？ふざけんなよ。我が輩は恋愛でも追われる立場だ。人間になったらどこ行こうかな。どんなところが好きかな。遊園地、映画館、おしゃれなカフェ、ショッピング。お前どう思う？よーし。さてと。お前は虚飾にまみれたものを退けた。これでまた公正に近づいたというもの、実に喜ばしいことだ。主がお喜びです。誇りに思いなさい、囚人。しかしあの者の言葉、異世界に何者かが紛れ込んだようだ。さあ
私には分かりかねること。しかしお前の構成は順調である。それは確かなこと。より一層構成に励むがいい。期待している。北側だ。まだらめの様子だが、とりあえず廃人になったりはしてない。あとは物腰が柔らかくなったかもな。あれが改心なのか。そうなのか。気になって鴨志田の時のことも調べてみた。人が変わったようになるらしいな。なら先生も。時間を取らせてすまなかったな。話はそれだけだ。それじゃ。ああ、例のパレスで聞いた黒い仮面の人影の話も折を見て聞いてみる。それじゃあ今度こそ。そうだ、わかるかしら。よくできました。